言っちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、森森です。今回はパースを水彩画風にする方法について紹介していきたいと思います。いつも手書きに着彩する方とか、モデリングデータをそのまま、ね、出力する方もいると思うんですけど、いつもと違ったテイストでやってみたよっていう方向けに水彩画風を紹介するので、順を追って説明していくので、最後までご覧ください。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでやっていきたいと思います。まずは用意するものとして、水彩画風にしたい自分のパースを持ってきてください。今回僕はこの画像を使ってやっていきたいと思います。で、じゃあまず最初にすることなんですけど、このパースですね。このパースを右クリックしてくださいね。で、スマートオブジェクトに変換っていうのが出てくるので、こちらをクリックします。これでスマートオブジェクトになったっていうこのちっちゃいマークが出ているので、これでスマートオブジェクトっていうものになりました。で、今回スマートオブジェクトの説明は省きますが、もし気になったら言ってください。で、次ですね、このままパースを選択して、次ここから水彩風にしていくんですけど、フィルターをします。で、フィルターギャラリーっていうのを選択してください。で、最初こんな感じで種類があるんですけど、上からアーティスティックスケッチとかって、まずはアーティスティックのところをクリックしてあげて、ドライブラシを選択します。そしてブラシのサイズ、細かさ、テクスチャーは10、11、こんな感じでお願いします。で、これできたら OK です。はい、これで今ちょっと変わりましたよね、さっきのと。こんな感じですね、違いは。で、まだこれだけだとちょっと荒くなっただけなんで、どんどんフィルターを作っていくと。で、もう一度、このパース選択している状態でフィルターギャラリーを押しますね。で、次はアーティスティックの中のカットアウトっていうのを選択します。こちらですね、カットアウトです。で、こちらもレベルいくと、上から、まず5ですね、5を、で次が4で、エッジの正確さ3で設定します。ここら辺もいろいろ変えれるんですけど、今回はこちらを使ってやっていきます。はい、これでさっきとまたちょっとテイスト変わりましたね。さっきがこれで、今のかけてあげてこれですね。で、ここで次なんですけど、このフィルターギャラリーのこの右のこれをクリックします。このちっちゃいバーみたいなやつです。で、こちらダブルクリックで開いてあげると、描画オプションフィルターギャラリーって書いてると思うんですけど、これの描画モードをピンライトに変更しますね。はい、これでピンライトになりました。で、不透明度は 100% のままで、できたら OK にします。はい、どんどんいきますね。次なんですけど、次はまたフィルターのところからぼかしっていうのを選択して、ぼかしの詳細をクリックします。はい、で、ぼかし詳細のここで半径は5にしますね。半径が5で、色位置は100でお願いします。で、画質は高くしてあげて、モードは普通に標準で大丈夫です。それでまたできたら OK をします。はい、じゃあこんな感じでちょっとぼけましたね。さっきと違って、さっきこれでぼかしたらこんな感じですね。で、またこちらも一緒です。ぼかしのこの右側のバーを開いてあげて、描画モードはスクリーンにしてあげます。で、不透明度今度は 50% でお願いします。これで OK をします。はい、もう少しで完成するので、だんだん変わってきましたよね。ちょっとぽくなってきたかなと思うんですけど、次ですね、こうフィルターをしてあげて、表現手法ってところから輪郭の演出をします。こうですね。で、ちょっと急にめっちゃ変わったやんってなるんですけど、大丈夫です。これもまた右側のバーからオプション開いてあげて、描画モードを変えてあげます。ここを描画モード上3にしてあげて、ここの不透明度はもう0で大丈夫です。はい、こんな感じですね。これで一旦ね、このエフェクトをかけるのはいけました。で、ここから実際に塗っていきたいと思います。はい、ということで、次なんですけど、こちら最初からあったんですけど、テクスチャーの、こういうね、ちょっと薄い白っぽいような、ちょっと薄い肌色みたいな感じのやつを用意してあげて、質感を出すためにこういうテクスチャーを用意しているので、実際やるときも別にこれじゃなくてもいいので、何かテクスチャーを用意してあげると最終の仕上がりが綺麗に見えるかなと思います。で、今回は上のテクスチャーは通常から上3に変えておきます。これで上から効果がかかるので、こんな感じになりますね。で、こっからがちょっと、知ってる方はいけるんですけど、ちょっと知らない方は難しいと思いますが、レイヤーマスクっていうのを使用していきます。レイヤーマスクの説明はまた動画にできたらなと思うんですけど、今回ちょっと一旦省いて、とりあえずやり方だけやっていきますね。で、こちらの下のところからレイヤーマスクを追加っていうのをパースにかけてあげますね。じゃあ、この元の画像にくっついた状態で、レイヤーマスクっていうのが表示されると思います。で、このレイヤーマスクのサムネイルの上の状態で、Mac の方はコマンドキー、Windows の方はコントロールキーを押しながらデリートキーを押します。じゃあね、これ色黒になるんですよ。白から黒になりましたね、さっきの。こうですね。で、黒になっていると、レイヤーマスクは写真が黒で見えてないよっていう状態なんですね。だから黒が見えてないと覚えてください。で、白は逆に見えてるんですよ。白が見えてる、黒が見えてない。これだけです。簡単ですね。で、こっから実際に
水彩風にしていきます。はい、じゃあここからやっていくんですけど、水彩風の仕方は今回はブラシツールを使ってやっていきますね。じゃあブラシツールのところ、これですね、ブラシツールを押してあげて、でまあブラシのところから水彩風のブラシをどっかネットから拾ってきてあげれば一番いいかなと思うので、まとってきてあげて、例えば今回だったらこういう形の水彩風ブラシ、まあサイズこれぐらいにしましょうか。でまあ不透明度、上にね不透明度とか流量とか滑らかさとかいろいろあるんですけど、ここら辺はいろいろ試して自分の好きなテイストになるように設定してあげたらいいと思います。まあ僕今回はじゃあ不透明度は80とかでやっていきますね一旦。で色、ここですね、ブラシを塗る時の色なんですけど、ここは真っ白の状態にしておいてください。さっきも言いましたが白が見える状態です。で、あとはねこれクリックしていくだけです。はい、どうですか、出ましたよね。これこんな感じでちょっとぼやっとした感じでパースが出てくると。2回押したら、まあ、さらに濃くなりますね。あとはこれを、まあ、自分の好きな、まあ、バランスとか見てあげて、どこを濃くしてやりたいなとか、周りの仕上げこんなちょっとモヤモヤモヤがいいなとか、ちょっと濃かったなって思ったら不透明度を30とか逆にちょっと下げてあげて塗ってあげるのもいいかもしれないですね。でこんな感じで塗っていくと。でまあ全部塗ってもいいですし、逆にちょっともう真ん中ぐらいだけ塗ってあげて、まあ、あともうほんまにモヤモヤでいいやみたいな、まあ、こんなんでいいやみたいな、ちょっと今適当にやってるんですけど、なんとなくこれでいいなって思う人はこれぐらいで抑えてあげたいとかっていう感じですね。でこれ右見てもらったら分かるんですけど、このレイヤーマスクっていうやつですね、これ白くなってるじゃないですか。だからこの白い部分が今表示されてるよっていうのが、まあ簡単に言うレイヤーマスクの説明です。はい、という感じで、まあ、今回は以上なんですけど、まあ、後ろちょっと色変えておいたら、白にしたらいいかな。白にしたら、まあ例えばプレゼンシートに出すときこんな感じに見えるよっていうようなイメージになってます。まあ、こんな感じに見えるかなと思いますけど、なんか色が悪いなと思ったら、ここですね、これが白じゃなかったという、あ、ごめんなさい、これ白でちゃんと塗ってあげないと、まあ、こういうことになっちゃうので白で塗ってあげてください。あ、もう今回はこれでいいんですけど、まあ、こんな感じでやってあげたらいつもと違うテイストのパースも作れるかなと思います。はい、ということでお疲れ様でした。まああんな感じで水彩風に、まあ、仕上げる方法ってあるんですけど、まあ、僕がやった設定とかはもう全然変えてもらって大丈夫です。もう自分好みに変えたりとか、もっと他にもやり方はあると思うんですけど、フィルターギャラリーの設定を使ってあげたりとか、まあ、ぼかし使ってあげたりすることで最終的にあんな感じのパースを作ることができました。まあいろいろね自分の中で調整してあげたら自分好みのオリジナルなものが作れると思います。でね、またもう学校みんな始まってきたと思うんですけど、まあ、僕も始まって、まあ、結構ねいろいろやることが増えると思うんですけど、まあさっきの水彩風パースとか作ってもらったら嬉しいですし、まあ、僕も動画頑張ってあげるので、まあ、ぜひねチャンネル登録と高評価の方お願いします。という感じで今回の動画は以上になります。ありがとうございます。